はい、こんにちは、マリリンちゃんです。よろしくお願いします。今日やるゲームはこちら、Jオールドハウス。はい、やってみましょう。それでは始める。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、始まりまして、ちょっと待って、あれ、マウスの矢印消えない。てか待って、これがあることによって向き幅に限りがあります。はい、ちょっとチラチラ気になるけどやっていきますね。なんだこれ、酔いそうな壁だな。はい、ゴミ袋はあれだけども、なんか後ろとか振り返れないんだよな、このこれのせいで。ここが限界か。これ前に進むしかないゲームなのかな。はいはいはい、よいしょ。 OK。 いや、なんだろうなこれ鍵か。壁がね、壁やら、おお早い、壁やらね、なんやらがすごく動くのよね、模様が。よいそう、鍵 OK。 であとは何もなさそうだな。はい、ちょっと後ろ振り向けないんで横歩きでいきますね。はい、じゃあ元の、場所に戻ってきて、このドアに、あ、開きましたね。真っ暗、明るい。さあ、そしたら家の中を探索しましょう。おお、なんかすごく不気味な絵ですね。この効果音といい、振り返らなさそうといい、不気味さ満開。開きましたね。はい、バスルーム。鍵が取れない。なんだろう。あ、ダメだな、取れないな。はい、カーテンは開かないですね。あれなのかな、主人公はもしかしたら小さい子供か何かなのかな。視点の高さがずいぶん低いですね。か、ここの家の住人がでかいか。テレビ壊れてる。なんだろうな。よし、じゃあ、あ、向けた向けた。あ、ダメだ難しいな、マウスが。今、なんだろう、固定の何かがみたいのが出て、解除したら、あ、いいね、イッツロックってかかってたけど、大丈夫だ。矢印消えましたね。で、この子、デイビスが行方不明なのか。さっきの部屋にもありましたよね。あ、すげえ楽。こんな感じで視点変えられるって幸せなことだね。すごく小さな幸せを今かみしめましたね。で、さあ、じゃあ今のところは多分鍵がかかってましたね。開かなかったですね。これ家の中すごい、あのポスターが貼ってあるんだけれども、これさすがに開かないね。あのポスターの男の子、これね、全然何にもその、なんだろう、どういうお話かみたいなストーリーがね、ないんで、なんとも言えないけど、これは怪しいね。あ、ここ鍵か。え、鍵ってじゃあさっきのあれでいいの？バスルームにあったやつ？これか。え、でも取れなかったよね。やっぱ取れない。取れないよね。なんだろう。でもそこ以外に鍵ってないよね。
どっかにあんのかな。いや、見当たらないよね。もう外出れないんだ。じゃあ今のところのあれかな、向こう側とかなんか行けんのかな。ちょっとでこの奥隙間が、あ、隙間ないのか隙間に見えた。なんだなんだ、すり抜けた、はい、あちょっとちょっと待って。うん、棚の中に入ったね。あ、ここは壁。そっか、ドアはすり抜けは無理なんですね。え、じゃあここ、おー、いけるね。すり抜け。おお。すり抜けいいね。あ、お風呂場いけないか。いけるかなと思ったんだけど。鍵取れたよね今ね、うん、ちょっとびっくりしてむせちゃった。あ、オッケー、いけた。なんか変な、これ地下室か、いるし。うわ、なんか笑ってる。近づいたらいいのかな。いや、見てるね、うん。ああ、終わった。はあ。いや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 、なかなかホラーでしたね。はい。といったところで、今回の動画をおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。